2400系電車は、小田急電鉄で1959年から1989年まで運用されていた通勤車両である。小田急では、編成表記の際には、新宿型先頭車両の車両番号を量するという表記を使用しているため、本校もそれに倣い、特定の編成を表記する際には、24774のように表記、特定の車両については、 車両番号から、レハ2400系などのように表記する。また、特に区別の必要がない場合は、2200系、2220系、2300系、2320型をまとめて、アブフム車と表記し、本形式2400型は HE 車、HE 社、2600型は、列車と表記する。本校で、急行列車と記した場合は、準急や急行を、 湯本急行という表記は、箱根湯本へ直通する急行列車を指すものとする。近郊区間の輸送力増強のために登場した車両で、経済性を重視した設計が行われたことから、ハイエコノミカルカーという愛称が設定された。先頭車と中間車の長さが3メートル以上も異なることが、外観上の特徴で、 1959年から1963年までの5年間に、わたって4両固定編成29編成の合計116両が製造された。小田急では1954年に初めて、カルダン駆動方式や、電磁直通ブレーキを採用した2200型を登場させており、途中で駆動方式の変更などが行われた2220。 ガタに移行しつつ1959年始めまでの間に34両が増備されていた。アブフム車と通称されるこれらの車両は18メートル級車体の3扉車で出力75キロワットのモーターによる全軸駆動方式であり2両分8個のモーターを制御機1台で制御する経済的な 1C8M 制御方式等を採用した。 高性能な車両であった。このような高加速車を投入し、ダイヤの密度を高めることは輸送改善に役立った。複々線化や対比線の建設など大掛かりな、地上設備の改善を図るよりは、安上がりな輸送改善策でもあった。しかし、これらの車両はそれまでの吊り掛け駆動方式の車両と比較すれば加減速性能に優れた車両であったが、 全社電動車方式の採用は、主電動機の台数も倍増することになり、新増保守のコスト増も招いていた。一方、1950年代後半、小田急小田原線の沿線では、宅地開発が急速に進み、教育機関等の郊外移転も進行したことから、輸送需要の増加は、毎年10%近くも増加するようになっていた。このため、これまで、 以上のペースで、車両数の増加を図る必要に迫られると予測されたが、車両の製造単価が上昇する上に、製造する量数まで、これまで以上に増加することは、投資額の増加を招き、会社経営的に問題視されるようになった。そこで、車両製作費を抑えるべく、全車電動車方式を見直し、電車の電動車と付随車の比率、いわゆる MT 比を1。 一とした、言い換えれば、電動車と付随車を同じ量数で編成を蘇生する、経済性を重視した新型車両を開発することになった。ただし、これには、高加減速の性能を低下させてはならないという条件が付けられることになった。この時期、全長20メートル級の通勤車両である1800型が運用されていたことから、 新型車両についても20メートル級とすることが検討された。しかしこの当時の小田急では、各駅停車の停車駅ホーム長は17.5メートル車4両編成が、停車可能な70メートルしかなく、20メートル車では3両編成までしか、蘇生できないためにかえって輸送力が減少してしまうこと、ホーム延伸についてはすぐに対応できる問題では、 ないと考えられたため、新型車両は全長70メートルの4両固定編成とすることになった。また、アブフム社の4両編成では編成重量が132トンであったところ、新型車両では4両固定編成で編成重量を105トンとすることを目標として設定した。これらの課題を満たす。 新型通勤車として開発された車両が HE 車である。本節では、登場当時の仕様を基本として、造備ビー上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。HE 車は4両固定編成で、形式は、先頭車が制御車の区波2450型で、中間車は電動車の出波2400系である。 各車両とも、奇数番号の車両が、新宿型、偶数番号の車両が、小田原型に組成されている。編成については、間末の編成表を参照のこと。先頭車は、車体長 15,400mm、全長 15,970mm。中間車は、車体長 18,800mm、全長 19300mm で、 車体幅は 2700mm 手すりも含めた、全幅は 2755mm の全金属製車体である。1959年度に製造された4編成では、外反の厚さを標準的な 2.3mm から 1.6mm に、屋根板の厚さは標準的な 1.6mm から 1.2mm に薄くすることによって、さらなる軽量化を試みたが、 歪み取りの工作費が高くついてしまったことから、1960年度以降の増備車では、標準的な厚さに戻している。後述するように、アブフム車と比較して、大出力の主電動機を使用することになったが、加速時の空転を防止するためには、後述する超多弾制御装置の採用とともに、重量を極力動輪状に集めること、言い換えれば、 動力が伝達される車輪に重量を多くかけることが必要となる。しかし、粘着係数を含めて計算したところ、電動車の重量を32トンとする必要が生じ、逆に制御車の重量は、編成重量の目標である105トンから逆算すると21トンにまで抑えなければならない、という計算結果になった。 各車両の長さを均等にした上で、電動車と制御車の重量に10トン以上も差をつけることは、電動車へ集中的に機器を搭載することを考慮すると困難であった。この問題に対して、電動車は車体長を18,800ミ、mm、リメートルとすることで解決策とし、台車中心間の距離を 既存形式である1800系同様の 13600mm に設定した。一方で編成長を 70m に抑える必要から制御車の車体長は電動車が長くなった分の長尻合わせで大手施設の戦後型通勤電車としては短い 15400mm に設定した。こうして HE 車の外観上の特徴である。 電動車と制御車で3メートル以上も車体長を違えた変則的構成が成立した。正面は貫通型3枚窓で、正面貫通扉の脇に手すりが設けられた 2220K、2320型と同様のスタイルである。正面窓は外反から一段くぼんだ構造になっている。前面部分の半径は5000ミリメートルとしている。また、 全小灯は二灯としたが、通常は一灯のみ点灯し、効力半減時のみ二灯とも点灯する方式にした。これは玉切れによって、運行不能となることを回避するための方策で、車体中心線から外れて点灯することになるために、規則に抵触するのではないかという意見もあったが、常時予備の全小灯を持つため保安度は向上するという理由で採用された。 側面客用扉は、各車両とも3カ所で、乗降時間の短縮を図り、すでに2320型での採用実績があった 1300mm 幅の両開き扉を本格的に採用した。扉間の間隔は制御車、電動車とも 4000mm 間隔で配置した。乗降時、ラッシュ時の乗客流動に問題がないように、 それまでの小田急標準であったアブフム社とホームでの扉位置をほぼ同一になるように側面の見つけを工夫した。側面窓は幅 1000mm 高さ 900mm の2段上昇窓で内側からはめ込むユニット窓とし各車両の客用扉間と電動車の車端部に2つ配置した。客用扉と窓の間には戸袋窓を配置したが 制御車では乗務員扉ジーと連結面側車端には、戸袋窓のみが配置された。制御車の乗務員扉ジーの戸袋は、当初夏季には換気のため、窓ガラスの代わりに、通風グリルとしていたが、後グリルは、通年装備となり、逆に当機は、冷気侵入防止用の板を、戸袋内側に取り付ける方法に変更している。以後、小田急の比例防車は、 登場時からグリルとしている。外部塗色は、当時の通勤車両の標準色で、ダークブルーとオレンジイエローの2色塗り塗装である。車内は、ロングシートで、1人当たりの座席幅を 430mm、または 440mm として計算し、扉間の座席は8人掛けの 3500mm。 制御車の車端部は2人掛けで 880mm、電動車の車端部は 3100mm で設定した。編成全体での座席定員は200名となり、扉幅を拡大したにもかかわらず、アブフム車よりも8名増加した。座席自体は、急行列車にも使用するために、座面高さは 400mm、座席奥行きを 450mm、 背もたれの厚みも 150mm と設定していた。運転室との仕切りについては、編成中間に入った際に車掌台側の仕切りを折りたたんで客室スペースとすることができるようにした。また、車内の部品についても廉価で、軽量となる材質にすることとし、荷物棚や釣り手の金具など、アブフム車では、放金材が使用されていたところを、 HE 社ではすべてアルミニウム製、ステンレス製、普通構成に変更した。室内の照明には、蛍光灯カバーを設けず、蛍光灯の配置についても連続させず、間隔を空けた状態で配置した。主電動機主電動機については、三菱電機製の補え極め付き半密閉事故、通風式直流直巻電動機であるメガバイトマイナス 3039A 型。 最弱目回自立35%、重量 795kg が採用された。駆動装置は、WN 駆動方式の三菱電機、WN-60A で、波数比は97,16イコール6.13である。HE 社の編成重量は 2200K4 連の8割程度しか、ないため、 編成あたりの主電動機出力も2200系の約8割で良いことになるが、電動車の比率は半減するため、相応の出力を確保する必要がある。これらの条件から、主電動機1機あたりの1時間定格出力は 120kW が必要と計算された。しかし、1950年代後半当時、経済系高性能車の開発に必要となる。 大出力カルダン方式のモーターは実用化が遅れていた。狂気用カルダンモーターはスペースの制約が厳しいことから大出力化が困難で1958年の時点では狂気に適した中空軸平行カルダン駆動方式に対応するものでも1時間定格出力 110kW 級が精一杯という状況であった。WN ドライブは アメリカのウェスティングハウスエレクトリック社が開発したシステムで WN 継手と呼ばれるジョイントを介して主電動機の駆動力を車軸に伝達する。WN ドライブは日本には WH 社のライセンシーであり、小田急にとっては開業以来長らく電車用、電装品の供給を受けてきた三菱電機が輸入し、京阪電機鉄道や近畿日本鉄道、それに 京阪神急行電鉄といった標準機を採用する各施設には早期に導入が始まっており、1954年には、河川電圧直流 600V の線区向けで 110kW 級が、すでに実現していた。だが、このシステムは中枢を乗す WN ぎ手が、主電動機電気子軸と主馬車軸との間に、直列接続される構造で、主電動機を含めた。 駆動系全体の軸方向の寸法がどうしても大きくなるという問題を抱えていた。このため、アメリカから導入された WN 継手をそのまま使用する場合、主電動機スペースに制約のある狂気鉄道では適切な電動機出力を維持したままで導入するのが難しく、1955年時点では、 スペース面での制約が少ない直角カルダンや中空軸平行カルダンが日本の狂気路線用として先行普及していた。事実、小田急においても 1067mm の狂気路線であったことから先行する2200型では直角カルダンが採用され3000型では中空軸平行カルダンが採用されている。小田急は WN ドライブについても1958年に登場した2220型で実用化していたが、これは全電動車方式を採用する2200系の増備車という位置づけであったこともあり、その主電動機の1時間定格出力は 75kW に止まっていた。この時期の三菱電機は、狂気用 WN ドライブの実用化に積極的に取り組んでおり、 まず比較的低出力の5 5ット級モーターを小型化した WN 次手と組み合わせ1956年に製造された富士山六電気鉄道3100軽電車で狂気仕様 WN 駆動方式を初めて実用化した。続いて競合他社並みの狂気7 5ット級 WN 駆動方式を1957年開発の 長野電鉄2000系電車で実現した。これらは、WN 継手の搭載スペース確保のため、主電動機軸の出力側端部から、冷却ファン部を、WN 継手を避けるように張り出して配置している。本形式の設計された時点では、WN 継手の小型化や主電動機構造の工夫を凝らすことで、段階的に、主電動機定格出力の引き上げが実現されていく。 家庭にあった。つまり、小田急と三菱電機は日本で実用化されたばかりの WN ドライブにおいて WN ドライブに対応するこれまでにない狂気横台出力電動機の実現という難問に相対することになった。これに対応するべく主電動機本体 WN 継手についても可能な限りコンパクト化を図った上で電動車の車輪系を 在来アブフム社より体型の 910mm とすることによって磁気容量確保のために体型化した手電動機の総作空間を確保し当時の日本における狂気鉄道では最大級の出力となる手電動機の採用が実現した制御装置低下重時高下重時を問わない粘着性能の向上は MT 比1-1化のための大きな要素となった 電車の制御装置は、すでに、日本でも古く、大正時代から、自動加速方式が導入されていたものの、その段数は10段前後にとどまり、加速時のショックは大きく、高い加速力も得にくかった。加速対策として、有効なのは、制御機そのものの多段化である。1950年代まで欧米に比べて遅れていた、日本の電車技術であったが、 それでも制御機の構成のオはかなり早い時期から取り組みが行われており、太平洋戦争直前より、日立製作所の MMC 制御機等を講師として、20段以上、程度の多段制御機が出現している。だが、本格的発展は、戦後の外来技術移入からとなった。1950年代に入ると、第二次世界大戦前後に、アメリカで開発された、 電車用の新しい制御装置が続々と日本に移入され、日本の大手充電メーカーはそのライセンス生産や改良に取り組んだ。その結果、1954年以降は30段以上の多段制御が可能となり、日本の電車の加速は従来よりスムーズになった。この種の機械的な制御装置の最終進化型が通常の制御機に 制御を細分化する回路を加えて、超多段化したバーニア制御器で、1950年代後半に出現した。電動化無軸や電磁作動スイッチなど従来からの機械的な制御に、当時出始めたプログラムコントロールなどを組み合わせた方式である。制御段数が多ければ、ピーク電流を抑えることができるため、 カムシン断時のトルク変動が小さく、粘着限界いっぱいまで高引っ張り力を保ちながら、スムーズな加速が実現でき、結果として加速力が向上する。しかし、発電性豆腐のバーニア制御機は高性能だが、複雑で、価格、メンテナンスとも高コストである。そこで、在来の MTH1、1な、旧型車や、オール M 高性能車では、 制御機が2両に1個必要だったところを、HE 社では4両に1個で済む構成とし、コスト抑制問題を解決した。HE 社に採用された制御装置は、小田急の通勤車両では、初採用となる、電動化無軸式制御装置の三菱電気製アブフム -168 から 15MDH 型で、レハ 2400K の偶数番号の車両に、搭載した。 2 2 0 0系同様、一機の制御装置で2両分8個の種、電動機を制御する方式であるが、立候制御段数は2 2 0 0系の21段に、対して83段となる、超多段制御装置であるほか、大荷重機構を付加することによって空車時と満車時の、性能差をなくすことを図った。これにより、2200型では、定員乗車時の起動加速度を、 時速3 0トル s と設定していたが、HE 社は同等の軌道加速度時速3 0トル s を確保しただけでなく、空車から満車まで一定の時速3 0トル s に制御されるようになった。これを実現するために、HE 社の制御装置では、プログラムコントロールの採用、制御回路の無接点化、バーニアスイッチによる超多段制御、 戻しステップ併用、その他新機構の採用の5点を特徴としていたが、特に立候補過重を呼び、発電制度を付けバーニア制御機を採用したことが、重要な特徴である。HE 社のバーニア制御機は、立候83段、制度が、抵抗段73段という、実用上は無段階に近い内容で、これ以上は段数を増やす、必要性の薄いほどのハイスペックである。 この制御装置には、空転を、モーター間の電圧の差として、ブリッジ回路で、早期検知して即座に再粘着させるが開発、装備されている。HE 社ではこれらの空転検知回路によって、空転、滑走時にはノッチ戻しをするようになっている。また、カム軸制御の無接点化が進められ、調整などのメンテナンスを、簡略化したほか、発電ブレーキに、 タレ回路を設け、確実にブレーキが立ち上がるようにしている。指定後機は、電動車2両及び制御車に3両分の制動力を負担するため、大きな発熱量に対応した大型のものとなり、なおかつ送風機を4台備えた、反響性通風式とされた。この指定後機は、デハ2400系の偶数番号車両に搭載されたが、 山側の床下台車間をほぼ埋めるサイズとなった。この大型の指定工機は2 4 0 0系の特徴の一つにもなっていた。制動装置ブレーキは HSCD 型電空併用電磁直通ブレーキで大荷重機構が実装されたこと、電線時には制御車の制動力の1、3を電動車が負担する制御をすること、低速になった時に、 中鉄製リンゴの制御車と電製の電動車の制動力のバランスを取るために制御車のブレーキ力を減じる制御をするなど、いくつかの新機軸が採用されている。基礎制動装置は、クラスプ式で、中鉄製製リンゴを用いる。台車付随台車 FS30 台車についても、軽量化を図るため、それまで広く採用されてきた一体、中高性台車から、 後半溶接組み立て式に変更したほか、電動台車と付随台車ではほぼ別設計とした。採用された台車は、小田急では2200型からの実績がある、アルストムリンク式台車であるが、3000型で、電動台車と付随台車の軸距を変えて、付随台車の軽量化を図った考え方をさらに進め、電動車と制御車では、寸法や構造が異なる専用設計品とした。 このため、電動車は、車輪計 910mm、軸距離 2200mm の住友金属工業 FS330。制御車は、車輪計 762mm、軸距離 2000mm で、中空軸仕様の住友金属工業 FS30 をそれぞれ装着する。付随台車の軽量化を図った、この手法は、その後 20m の熱車、5000系。 さらには、特急車の3100系安世車にも引き継がれた。その他機器補助電源装置は、デハ2400番台の奇数番号の車両に5.5区場の出力を有する CLG-319B 型電動発電機を2台搭載した。それまでを打球の車両で使用されていた補助、電源装置では、交流電源と直流電源の両方を供給する。 福流式であったが、HE 社では交流出力のみとすることで、保守の容易化を図った。電動空気圧縮機は、デハ2400番台の奇数番号の車両に、DH-25K を2台搭載した。これらの機器が2台搭載されているのは、故障の際にも、 全都運転を可能とするためで、操作スイッチも一括とせずに分離することで、操作系統の回路で故障が発生した時にも、動作可能としている。1959年12月18日に、最初の編成となる2451 4が入線。1960年1月20日から運用を開始した。同年4月のダイヤ改正までに3編成が増備された。 さらに、同年9月までに4編成が増備され、この年の10月1日に行われたダイヤ改正では、HE 車を朝ラッシュ時の各駅停車に集中的に運用し、急行列車と各駅停車の所要時間差の縮小が図られた。1961年には5編成が、1962年には6編成が入線している。しかし、理論的には、 アブフム社と同等の性能を確保ということになっていたが、実際には加速時の空転や減速時の滑走に悩まされた。特に雨の降り始めなどの時にはどう操作しても滑走を防ぎきれず、一度ホームの途中で停車してから停車位置まで移動したことさえあったという。また、これによって制御者の車輪弁摩耗が多発してしまったという。一方、制動時に、 床下の抵抗器から発する熱は、駅で停車後も発散されるため、特に夏場には上降中に熱気が、床下から舞い上がり、HE 車はヒーター車の略化とさえ言われたこともあったという。この間の1961年1月17日、泉玉川駅上戸駅間の踏切で、新宿発向川岡遊園駅の下り角駅停車で、 走行中の2459-4が、踏切の警報を無視して侵入した、ダンプカーと衝突。先頭の区波2460は、玉川橋梁から転落して、横転。2両目の出波2410は、宙ずりとなり、3両目の出波2409も、脱線した。区波2460と、出波2410は、当時の日本車両製造アラビ工場にて、 復旧された。玉川橋梁場に残った2両はキハ5000型によって共同工場に収容された。これが HE 社の歴史上では唯一の大事故である。一方、同年には 3000KSE 社で採用された KD17 型シリー連大車を HE 社の制御車に転用する案があったため、区四百七十四を使用して走行試験が行われた。 特に問題となる点はなかったが、実現には至っていない。1962年12月3日のダイヤ改正からは、HE 社とアブフム社を連結することによって、各駅停車の6両編成化が行われた。その後、1963年には10編成が増備されたことによって、 HE 車は29編成116両となり、小田急では初めて一形式で100両を超えた形式となった。なお、増備途上で、電動車、付随車とも50両を超えたため、デハ2449区波2499の次は、出ハ2400区波2450となり、その後の車両では、デハ2501区波2551から、 不満されている。しかし、その後も、輸送人員の増加傾向は止まらず、増発の余地がない中で郊外からの輸送力を確保するには、近郊区間の各駅停車の単輸送力増強、言い換えれば、各駅停車1列車あたりの定員を多くして、本数の減少を補うしか方法がなくなった。このため、 1964年からは、近郊区間の各駅停車には車体を大型化したね、車の投入が開始され、HE 車は次第に急行列車を中心とする運用に変更されていった。しかし、箱根登山鉄道線には大型車両が入線できなかったため、その後長期にわたり湯本急行の主力車両として運用されることになった。なお、 1965年前後の数年間、特急需要のピーク時や検査入場時などに、特急車両が不足する事態となり、これを補うために、サービス特急と呼ばれる、特急料金不要の特急列車が設定され、一部の特急、江ノ島に HE 車が運用された。この列車は座席定員制で、 HE 社のうち車内に号車番号札と座席番号表示を装備した車両が運用された。試験的に冷房化改造された区波2478冷房改造後の区波2478車内1960年代後半になると、京王帝都電鉄では1968年から、同社の初代5000系において、関東地方では初めて冷房装置を装備した。 通勤車両が登場するなど、通勤車両の冷房化が検討されるようになった。小田急においても、通勤車両の冷房化に着手することになったが、特急車両において、すでに3100系安世車で、冷房装置の採用実績があったものの保守に、問題を生じていた上、定員の2倍以上の乗客が乗っている状態では、どの程度の冷房能力が必要かという懸念があった。 そこで、HE 社の一両に冷房を搭載し、実用試験を行うことになった。試験車両に選定されたのは2477-4の編成で、小田原放線当社となる、区波2478で、8 5 0 0カロリー h の能力を有する CU-12 型分散式冷房装置を、 屋根状に5台搭載し、冷房用の電源として69馬の容量を有する CLG-326E 型電動、発電機を搭載した。これが小田急の通勤車両では、初の冷房車で、1968年8月から試験が開始された。車内は冷房装置が突き出すような配置で、他の車両と比較して車内が、やや暗い印象となった。 1970年夏まで試験が行われ、この試験の結果をもとに5000系量産冷房車が登場した。しかし、HE 車の冷房化は行われなかったため、中型車の冷房車はこの一両だけに終わっている。1968年から1969年にかけて OMATS の設置が行われたほか、1969年には、 正面の連結機が密着自動連結機から密着連結機に交換され、同時期には列車種別表示装置の設置が行われた。なお、1972年2551-4の区波2 5 5 1に大枠株 OE を試験的に取り付けたが、中型車は不採用となり、1977年に撤去された。 1979年からは、車体修繕工事が開始され、1982年までに、4編成を除いて完了した。この時期になると、急行列車について重量編成での運行や、車両大型化が進められ、HE 車の急行運用は減少しており、1979年3月からは、多摩線の各駅停車にも運用されるようになったが、 前述の通り箱根登山鉄道線への直通する湯本急行については大型車が乗り入れできなかったために HE 車が主力として運用されていた。しかしながら急行列車が大型車による重量編成で運行される状況下、中型車の4両編成では輸送力不足となっていた。これを解決するため、1982年7月12日から 湯本急行に使用される車両の大型化が開始され、HE 社は湯本急行の運用から撤退した。その後も江ノ島線の急行列車へは運用されていたが、1985年4月には、日中の急行列車の運用から外された。なお、1982年からは、アブフム社のトータが開始されており、その過程で、同年11月から、 アブフム社と HE 社を連結した運用が復活している。廃車が始まった頃の2400系1985年5月、エビナ付近にて1985年からは、HE 社の淘汰が開始されることになり、捻出された HE 社の主電動機を、当時吊り掛け駆動方式の比例房車であった4000、型に流用することになった。 2557-4の編成が、同年4月1日付で廃車となったのを皮切りに、トータが回収され、試作冷房車の編成であった2477-4の編成も、同年11月30日付で廃車された。その後、冷房化と高性能化が行われた4000型と、入れ替わるように HE 車の廃車が進められた。 朝ラッシュ時に残されていた急行列車の運用も1987年3月のダイヤ改正で撤退、同年9月から翌1988年3月にかけては多摩線の運用からも撤退した。最後に残されていた小田原線末端区間の各駅停車での定期運用も1988年11月18日に線型に置き換えられ撤退した。 最後に残ったのは24834の編成で、1989年1月20日以降は予備車として残され、時折、江ノ島線の大型4両編成運用に入ることもあったが、同年3月のダイヤ改正を前に運用を終了、同年3月20日付で廃車となり、HE 車は全廃となった。車両自体の中小私鉄等への譲渡は生じず、 廃車後は全車両が解体された。三議鉄道に FS30 系 FS330 系台車が譲渡されたほか、神奈川県藤沢市の辻道海品公園に FS30 系台車が保存されている。ありがとうございます。